なんか変な音してます。ああ。おはようございます。今日はキャンピングカーのアストロタイガーですが、エアコンをかけた時に異音がするので修理したいと思います。これからもキャンピングカーの動画を配信していきますので、チャンネル登録お願いします。それではどうぞご覧ください。先日エンジンルームからカタカタと音がしていました。エンジンをかけて確認したいと思います。今朝はエアコンをつけても異音が感じられません。先日の様子をご覧ください。なんか変な音してます。あー、ここだな。すごいビビってる。エアコンを切ってみます。あ、困ったな。エアコンを止めるとカタカタ音がなくなりますね。母さん、ちょっとエアコンちょっと入れてみて、ちょっとから。 AC の方につまみを回してみて。さっきほどじゃないけど少しカタカタ言うな。さっきもっとカタカタ言ってた。エアコン切ったらそうでもないんだけど、エアコン入れたらすごいなんかビビる。ベルトとかテンショナーとか変えないといけないかも。注文していた部品が届きました。部品の購入先につきましては動画下の説明欄をご覧ください。ファンベルトですね。テンショナーです。ボルトもついてました。なんだかブッシュがついてましたが、これは必要ないみたいです。プーリーですね。交換したいと思います。ファンベルトを交換するために邪魔なものを外していきます。まずはエアインテークを外します。エアフロセンサーの奥のホースバンドを緩めます。エアインテークの上側が外れました。エアフィルターを取り外します。エアインテークの下側も取り外します。刺さってるだけなので内張り剥がしてこじって外します。でもゴムが劣化してて間のゴムがちぎれそうです。エアインテークの下側が
取り外せました。外したゴムはヘアインテグの方に戻しておきます。次にファンシュラウドを取り外します。ファンシュラウドを止めてるネジを取り外します。ネジが取り外せました。結構錆びてます。2本目です。2本目。3本目です。あとエンジンにゴミが入らないようにカバーをしておきます。ビニール袋で蓋をして針金で留めておきます。ファンシェラウドを外すときにラジエーターホースが邪魔なので奥に押し込んでおきます。外れないと思ったら奥にネジが残ってました。さらに奥にあるネジを取り外します。奥にあと2本残ってました。さあ、奥にあと4本残ってました。工具を落としてしまいました。やば。今回はたまたま車体の下まで落ちてくれましたが、途中で引っかかると大変です。ネジの場所が奥で、さらに狭くて回せないので工具を突き出して長くしました。よいしょ、外れました。はい、よし、最後の1本取り外しました。すみません、まだネジが外れただけで、ファンシュラウドの取り外しはこれからです。ブレーキフルートのリザーバータンクですが、蓋が当たるので一旦取り外します。ファンシェラウドがやっと外れました。ブレーキフルートの蓋は元に戻します。これがファンベルトです。こっちにテンショナー、ここにアイドラプーリーがあります。ベルトとアイドラプーリーとテンショナー3点交換します。まずここに四角い穴があるんで、この四角い穴にレンチを入れて緩めます。テンショナーでベルトを緩めたら、
アイドラプーリーからベルトを外します。ベルトが緩んだら外していきます。工具は片付けましょう。外れました、こっちが13でこっちが17ですね。お、硬っ。よし、アイドラプーリーが外れました。次にテンショナーを取り外します。はい、ワッシャーがついてるんでこれは再利用します。こっちが新しいテンショナー、こっちが古い方、ボルトはこっちが古い方、こっちが新しい方、ワッシャーはついてたものを使いますが、ちょっと錆を落としておきましょう。これが取り外したアイドラプーリーです。で、こちらが購入したアイドラプーリーですが、このボルトとここのスペーサーですかね、こちらは再利用したいと思います。ですがこれここにロックがあって外れないんですよね。インパクトドライバーを出してきました。あれ、ダメだ。難しいな。あれあれ、よっしゃ、外れだ。これは新しく購入したアイドラプーリーにブッシュがついていましたが、付属のブッシュは必要ないみたいです。そうなんだ。アイドラプーリーにワッシャーやボルトを取り付けます。よし、アイドラプーリーを取り付けます。ワッシャーはサビを削り落としてサビ止めを塗りました。テンショナーを取り付けていきたいと思います。ベルトを取り付けます。ちなみにベルトの貼り方はここに書いてあります。
テンショナーの四角い穴にレンチを差し込み、ベルトを緩めてからアイドラプーリにベルトをかけます。よいしょ、大丈夫かな。よいしょ、かかった。やっとかかった。ラジエーターホースが邪魔なので奥に押し込んでおきます。ファンシェラウドを取り付けます。ファンシェラウドがやっとはまりました。押し込んでおいたラジエーターホースを引っ張り出します。ファンシェラウドをボルトで留めます。カバーしておいたビニール袋を取ってエアインテークを元に戻します。ホースバンドを締め付けます。工具を落としてしまいました。それも下まで落ちないで途中で引っかかってます。さらに狭くて全く手が入りません。ピックアップツールです。ソケットを落としてしまったのでこれで取れるかやってみたいと思います。磁石でくっつけて引き上げます。ダメだな。よいしょ。取れました。よかった。改めてホースバンドを締め付けます。よし、エンジンかけてみます。バッテリー上がってるみたいです。エアコン入れてみましたが、テンショナーのビビりはなくなりました。はい、ベルトからテンショナープーリーの交換完了しました。これでエアコンつけても多分カチャカチャ音がしないと思います。今回の動画は以上になります。いつもいいねとコメントありがとうございます。これからも頑張って動画を配信していきますので、チャンネル登録お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。結構大変。